サイさん、ゲームは何歳ぐらいですか？僕はね、中学2年生の時のインベーダーゲームブームがあって、それで、こう、ハマった。ハマったっていうかね、まあ、一番最初にハマったのはじゃあ、スペースインベーダーで、はあ、プラス、その、軍事ゲーム。インベーダーの。なんかね、スペースキングとかね。そうなんだ。微妙に形が、ね、はあ、こう、違うんですよ。ものすごくよく似てるんだけど、ちょっと違う。だから、よく見ると、その、コスミックモンスターズって書いてあったり、はあ、スペースフィーバーって書いてあったり、インベーダーの模様まで微妙に違う。で、僕はインベーダーゲームに対する愛情は、対象のインベーダーを中心に、その、軍事ゲームも含めて、全てを愛してる。軍事ゲームですか？そう。で全部上手くなったところ。インベーダーに魅了された田尻はゲームセンターに頻繁に通うようになった。田尻さん、その今まで、ね、ゲーセンでどれぐらい積み込みました？一回どれぐらい使おうか。やっぱり1000円や2000円すぐ使ってましたよね、中学生でもね。そうで、町田だとね、そのやっぱり1ゲーム100円なんだけど、なんか住宅街の裏側に1ゲーム30円の伝説のゲーム屋さんがあるっていう噂があって、30円、うん、その回やって10円を追加するのかどうかって噂話をしてるやつを一人一人当たってね、半年ぐらいかけて探したら、その結構探しましたね。なんかね、プレハブ小屋が建ってまして、そのプレハブ小屋にゲーム機が2台置いちゃって、でもそこに行くまでの電車賃とかもらえたら、そうだから自転車で行ってましたよ。だからそこまで、うん、あとね、はい、当時のゲームセンターって少し薄暗いでしょ。だからね、はい、両替機の下にね、やたらとお金が落ちてたんですよ。はい、あー、落として、そうだから入り口の左側に両替機があって、はい、ガラッて開けると、はい、1000円とこうしてるとこっていうのがちょこちょこあったんですよ。両替する前のやつが、そう、それどうするんですか？それは、ゲームセンターに関係すると。